フランシスコ・ミゲルリンドーアは、プエルトリコ・カグアス出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。愛称は、ミスター・スマイル。クリーブランド・インディアンス時代2011年の MLB ドラフト一巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。この年は、参加の A-9、マホーニング・バレース・クラッパーズで、プロデビュー。2012年は、 A 級、レイクカウンティキャプテンズでプレーし、122試合に出場して打率。257.6本塁が、42打点、27、盗塁だった。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。2013年は、A 級カロライナマドキャッツと AA 級、アクロンエアロズでプレーし、2球団合計で104試合に出場して打率。 303.2本類が34打点25盗塁だった。2014年は a 級アクロンラバーダックスとトリプル a 級コロンバスクリッパーズでプレーし2球団合計で126試合に出場して打率276.11本類が62打点28盗塁だった。オフの11月にはベラクルス中央アメリカカリブ海競技大会の 野球プエルトリコ代表に選出された。2015年はトリプル A 級コロンバスで開幕を迎えた。6月14日にメジャーへ初昇格した。同日のデトロイトタイマース戦にて代打でメジャーデビューし2打席目にホアキムソリアから MLB 初安打を放った。以後、ルーキーながら遊撃手のレギュラーに抜擢され99試合に出場。打率 313.12本塁が51打点12盗塁を記録したほか、ア・リーグトップの13技打を記録した。守備面ではどのような打球でも補給したため、バキュームクリーナーとあだ名が付けられた。2016年は主に3番打者として158試合に出場。この年は自身初のオールスターゲーム出場を果たした。2年連続で 打率3割2桁本塁打をマークした。また、守備率982を記録し初めてゴールドグラブ賞を受賞。ポストシーズンでも打率310と結果を残したが、チームはワールドシリーズで敗れた。オフの12月5日に第4回ワールドベースボール、クラシックのプエルトリコ代表に選出された。2017年はシーズン開幕前に選出されていた第4回。 WBC に参加。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し2大会連続で準優勝となった。大会最優秀遊撃手となった。シーズンでは自身初となる満塁本塁打やサヨナラホームランを放つなど153試合に出場して打率273、33本塁打、89打点を記録した。 地区シ,シリーズでは、第5戦に、球団史上5人目の満塁本塁打を記録した。オフにシルバーアスラッガー賞を初受賞。2018年はキャンプ中に監督に直起訴し、1番打者に定着。5月は2週連続で週間 MVP を獲得するなど爆発、月間 MVP にも選ばれた。7月2日のオークランドアスレチックス戦では、遊撃手で、 球団史上二人目となる七得点を挙げた。7月10日には80得点に達し、エドガー・マルティネスによるオールスター前の歴代最多得点を更新した。158試合に出場し、打率277、38本塁打、92打点で129得点はリーグトップだった。オフにシルバーアスラッガー賞を2年連続で受賞。 2019年は開幕を故障で出遅れ4月20日に初出場。最終成績は143試合の出場で打率。284、32本類が74打点、22盗塁を記録した。オフに3年ぶりとなるゴールドグラブ賞を受賞した。2020年は COVID-19 の影響による60試合の短縮シーズンで打率。 258,8本類だ、オプス、750に止まった。2021年1月7日にアーメッド・ロザリオ、アンドレス・ジメネス、ジョシ・ウォルフ、アイザイア・グリーンとのトレードで、カルロス・カラスコと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。その後15日に、年俸調停を回避し、1年2230万ドルで、契約公開した。この年のオフに、FA となる、 予定の林道和はメッツに対して契約延長の交渉期限はシーズン開幕前まででシーズン開幕後は交渉に応じないことを通達。3月30日にメッツから10年総額3億2500万ドルのオファーを受けたが林道和はこれに対し10年総額3億8500万ドルを要求した。両者の金額には大きな開きがあったが最終的にはリンドーが譲歩し、 開幕を直前に控えた翌31日にメッツと10年、総額3億4100万ドルの契約延長に合意した。契約金は2100万ドルで、2022年から2031年まで、毎年3200万ドルが年俸として支払われる。オプションとして15球団に対するトレード拒否権が含まれたが、オプトアウトの権利はなく、 契約満了までメッツに止まることが濃厚となった。その後4月5日に正式発表された。5月8日のダイヤモンドバックス戦で通算100盗塁を達成した。2010年の WBSCU-18 ワールドカップにはアメリカ合衆国代表として出場していたが、2017ワールドベースボールクラシックにはプエルトリコ代表として出場し、決勝では アメリカが州国代表と対戦した。ハビアーバイズとは、旧知の中で2016年のワールドシリーズでは対戦し、プエルトリコ代表では2勇敢を組んだ。ありがとうございます。